皆さんこんにちは。もうね、暑くて暑くてね、もう本当に暑くてね、死にそうですよ。で、我が家にはエアコンもなく扇風機もなかったんですけど、あったのはダイソーの小さなね扇風機、それ1個だけだったんですけど、もうね耐えきれなくて扇風機を孫からもらってきました。いやー暑いわ。皆さんのとこはどうなんでしょう。つらーい。つらーい。もうねこの暑さもう何日続いてんだろうね。もう何にもやる気が起きない。もうただただダラ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 だけど、孫がね、シソジュース作ってっていう風に孫に言われて、よしそれではちょっとシソを買ってきて作ってみよう。今日作ります。シソジュースを作ってるとこを動画で残しておきたいと思って、長年使ってる私の、料理レシピなんですけど、いろいろね自分が気に入って、あこれはまたこの次作ってみたいなって思うものを、まあ、古いのと汚いのとなんだけどね、こんな感じで、パラパラっといくとこう書いてるんですけど、この中にもシソジュースの作り方っていう風に、書いてあるんだけど、なんかね動画にも撮っておきたいなと思って、これからジュースを作っていきたいと思います。ここはこういう風にした方がいいよっていうアドバイスがあったらぜひコメントお待ちしてます。まずはじめにですね、2リットル水を入れて、500、1500、これで2リットル、ちょっと多い、2リットルを、火にかけておきます。それで私手袋履くんですよ。なぜ手袋が吐くかというと、地層にですね虫があったら嫌だなって言って虫が嫌で手袋吐くんですよ。こうやってだいたい350gぐらい、2リットルに対して350gの赤じそ、私大体なんですよこれ。茎のついたまんま、測ったら 300g あったんですよ。それでね、大体でいいので、これ2袋買ってきて、吹きついたままで 600g なんですけど、ほとんど茎が多いので、まあ大体300ぐらいだと思うんですよね。私 IH だからガスの火じゃないから少しはいいと思うんだけど、やっぱりお湯沸かしたりするとすごい熱くなるのね、部屋の中。ちょっと換気扇の音がうるさいと思うんですけど、ごめんなさい。
換気扇の音がうるさくてごめんなさいです。すいません。もう一つね、結構いっぱい終わったわ。よし、これを洗います。でいいと思うんですよ。入れなきゃな。ね。水仕事してると気持ちいいわ。なんかね、水浴びしてるような感じでいいわ。それでは洗った疾走を沸騰してきたのでこの中に入れたいと思います。あっちは入れていきます。ただ入れちゃうだけです。そしてあっちに出すだけなんですけどね。よし、これで OK です。すごい地層の匂いがプンプンすごいですよ、地層ちゃんの匂いが。で置いて、そしてあら鍋の中にまだ入ってたわ。入れちゃいましょう。あらここにも落ちてるわ。あらここにも落ちてるみんな入れちゃおうっと。10分間煮出します。それからクエン酸も準備して中火で、先日メガネ、新しいメガネ作ったんですけど、あの遠近両用のメガネを作って、なんかね初めてだから、今までは老眼鏡を使ってたんですけど、今回この遠近両用のメガネとそれから老眼鏡をもう一つ購入したんですけど、なんかね不満みたいだね。この下にね老眼があるんですけど、目だけをこう下にこうするんだけど、いやもう慣れてないからね
とってもね、いやーどうしようかなと思って、下のベンツ取り替えようかな思ってる最中でございます。わあ、暑いわー、汗じりじりと出てきますじゃああと4分なので、もう少し鍋の方を見ていきたいと思います。見えますか、この色煮出したんだけど大丈夫ですね。うわ、煮出して、あちち、あとは、うわあ熱い、熱い、あちち、あっち、あっち、あっ、熱くてやる気なくした。まずこの中に、熱いよこれ、はちしはちちちはちちし、あち、熱い、助けて、熱いです。で、こうやって、あっち、そしてこれをちょっと空気を抜いて、そしてね、ここに穴開けて絞ります。よいしょ、タオルで、暑いからね、くるくる巻いて、そしてここに絞り出します。よいしょ、よいしょ、あち、あち、あ、だいぶ出てきて、出てるね、だんだんずれてくる、あちち、あつあついんですよ。もういいかな、これはゴミ箱を投げます。あれ、お砂糖を、800グラムぐらいか、1キロ入れ、1キロ入れようかな、もう入れちゃおう。そしてクエン酸を大さじ2杯です。クエン酸大さじ2杯です。これが入れると色が変わります。で、見てください、こんな綺麗な色になって、見えるかな、すごい綺麗な色になりました。ほら、これを少し冷まして、このまんま冷ましたいと思います。そしてまず私が飲んでみたいと思います。まだ熱いけども、あ、あら、シソが入ってたわ。ちょっと入れすぎちゃったかな。あ、おい
しい、美味しい。もうね、顔真っ赤っか。チソジュースできました。こんな感じにできました。